中町康介、オーレー、背番号20、ミドルガー、マルティナス、オーレー、うわー、よく頑張った。開始前は、まあ、勝ち点3回取れればいいやという形で見せたんですが、いろんな発見があってとても良かった試合だと思います。まず、海家が非常に優秀なチャンスメーカーだということが分かったということと、マルティノス、60分ぐらい全力を出せばもう素晴らしいプレーするということが分かった感じで素晴らしかったです。まあ、ただ、今日4-4でフランスでやったので、ごく、一部の選手に非常に負担がかかったり、一部の選手に負担があまりかかんなかったりという形でまだ熟成されていないなというのは、見て取れました。ただ、今日の、フォーメーションはかなり、希望が持てるような形だったので、この形を熟成して後半も頑張ってほしいなと思うのですが、どうなるでしょうか。以上です。一言で言うと、湘南の真摯なサッカーに横浜のよく分からないサッカーが勝っちゃったっていう、まあこれもまたサッカーかなと思います。まあ、海家のアシストでマルティノスがゴールして、海家自身もゴールして、さらに前田のコーナーキックは中町のゴールと、もうどこまで意図したプレーなのか分かりませんが、まあ、ネタだらけな すごい試合でした。あと金井は非常に素晴らしかったなと思います。最後足つりましたけども、やっぱ金井もいろいろ大きくなって帰ってきたんだなというのがよく分かりました。で、まあくまでリーグの目標を自分は残留だと思ってますので、まず勝ち点3というのは素直に喜んで、今日は良かったです。はい、勝ち点3でスタートしました。またアウェーで勝ったのかといろんな人に言われそうですが、まあ、とにかく勝ちです。いや、まあ、本当サッカーって分かんないもんですね。クソみてえなプレーしてた仲間たちが1点取って、最後おそらくヒーローインタビューだと思うんですけど、まあ、ただ結局フォーメーションは 4-5-1 で変わらず、まあ、俊介が本当にどうかっていう議論は早いかなというふうに僕個人としては思いました。まあ、今は勝ったこと、そして次1個勝つことが大事かなというふうに思います。次の試合も勝ち点3でいきましょう。以上です。まあ、ツートップなのかと思ったら、会計がトップ下に収まって結局ワントップの 4-2-3-1 という形だったのかなというような動きだったと思います。まあ、会計があそこのポジションに入って今日は非常に生き生きとプレーをしたのが印象的でした。まあ、彼は9番が似合わないということだけですね。非常にいいプレイヤーだと思います。まあ、彼が球離れがいいので全体も非常にテンポが良くて、まあ、いろいろ面白いものも見れたなと思います。まあ、これ中村が戻ってきたら元に戻ることは確実なので、まあ、エリックがどっちのサッカーを本当にやりたいのかっていうのを、まあ、今後どっちを時間しておくのかっていうのはちょっと興味があるところですけれども、まあ、エリックも日本に来て初めて開幕戦勝ったわけなので まだ優勝動向は言えませんけども、上位の残って中盤以降ぐらいまで持てれば、ちょっと期待できるかなというような気がしました。まあ、金井がよく頑張りました。まあ、最初の40分近くはひどい試合でしたね。ところがそれからもいろいろ転んで転んで、まあなんともサッカーは面白い。まあ本当にね、みんながニコニコこう笑って帰れる3-0という、まあ、セカンドステージいいスタートを切れたと思います。